皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私さやと、三橋貴明です。 三橋 TV は三橋高明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録、こちらからお願いいたしますね。えー、三橋経済塾ですが、えー、先日8月19日に村星健一先生をお招きいたしまして、第8回講義が開催されました。次回9月は篠原誠先生でございますね。はい。はい、楽しみです。 えー、形成資論ですが、高等論第55回伊勢平氏歴史時事第55回クリミア戦争後編、セバストポリ陥落がリリースになりましたので、ぜひこちらもご入会いただければと思います。今日はですね、独立行政法人の問題を取り上げたいんですけども、はい、あのブログですが、えー、これはいつだったかしらね、8月8日ですね、国立科学博物館のクラウドファンディング、 というテーマでエントリー書いたんですけど、はい、この記事知ってましたこのニュースって。ごめんなさい。収録の前まで知らなかったんです,んです、ね、恥ずかしながら。これはですね、びっくりする話なんですけど、はい、その国立科学博物館がですね、光熱費の高騰などを受けて、標本を収集管理する資金が危機的な状況にあるとしてですね、はい、クラウドファンディングで1億円の資金を募ると発表したんです。で、これはあっという間にですね、あの目標達成になったんです。 そういう問題かなと。よかったよかったっていう話じゃないですよね。そないですね。はい。で、そもそも、なんで国立博物館、これ国立科学博物館って面白くって、国立ってついてんだけど、国立じゃないんですよ、あれ。あえそうなんですかそうなんですよ。名前は国立科学博物館だけど、国立じゃありません。独立行政法人なんです。へー、はい。独立行政法人ってねいこええ、このグラフ、結構あるんですけど、これ一覧ですね、直近の。 で、この中の文科省かな文科省の管轄の中にほら、国立科学博物館だけじゃないんですよ。えー、で、これはですね、要は、もともとは政府の省庁とかがやっていた事業について、独立した行政法人って形で、何つって、じあ、これを読んだ方がいいのかな定義読んだ方がいいですね。えー、独立行政法人って何だという話なんですが、こういう定義になってます。長いんだけど、ちょっと読みますね。 国民生活及び社会経済の安定等の公共上の検知から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、だから絶対やんなくちゃいけないですよと。で、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間主体に委ねた場合には必ずしも実施されない恐れがあるもの。何言ってるかわからない。<laughs> <laughs> ギバ紛らわしいですね。すはい、はい。または、あの、一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効果的、効率的に行わせるために、えー、中期目標管理法人、国立研究開発法人、または行政執行法人として、この法律及び個別の定めるところにより設立される法人何言ってるかわかんな,ないです。<laughs> つまり、あの、公共サービスですと。はい。だから国民の生活や社会の安定上、これは絶対にやらなくちゃいけない事業がありますよと。 で、それを民間に、えいって委ねてしまうと、やられない可能性があると。はい。それはまあ問題ですよね、ということ。あるいは、その、いっぱいその同じ事業について、複数の事業体にやらせるのも、これもちょっとどうなのかな、と。考えられるものについて、独立行政法人という形にしてですね。で、国の、まあ、厳密にあの、所管の大臣ですけどね、所管の省庁の大臣の関与を減らす形です。でも、民間ではないですよ。 独立してやってくださいねって形で、あの、省庁から切り離されたんです。橋本政権の時です。<ー>これが独立行政法人ですね。えー、え、素朴な疑問なんですけど、じゃあその、えー、事業をやることの、その事業費というか、予算はどこ予算は一応つくんですけども、うん、つくんですけども、基本的には自前でやってねっていう形。へなっております。予算つきますよ。<laughs> ただ、あの、なんしょうき財政危機になりました、と。言った場合に、政府助けてってのを言わせないっていうような形になっとるんですよ。<う>ちなみにこの独法化の目的っていうのは、すごいと思うけど、これ、廃止、民営化を含めた業務、組織全般の定期的な見直し。民営化前提なんですよ、これ。うそうだったんですね。企業的経営手法による業務、財務運営。 民間人登用を含めた適材適所の役員人事。もう他にもあるんですけど、つまり一気に民営化すると、さすがにまずいなーっていう公共サービスについて、明らかに将来的な完全民営化を視野に入れた反民営化路線なんですね。はい、で、これは何を、その何でしょう、模倣して始めたかというと、イギリスのサッチャー政権なんですよ。はい。はい、イギリスのサッチャー政権がこういうことをやってたから、これ良くないっていことで、それで、 財務省、まあ、当時大蔵省でしょうけど、大蔵省としては、あ、いいね、と。金出さないと、こうやって自己責任にできるんだね、と。いうことで、進められた、としか思えない。要は、禁止だ立だから。いわゆる非営利法人とも違うんですか違いますね。違います。はい。で、ここ、企業的経営仕様による業務財務上という、こういうのが、まあ、これ目的としては本当に定められてるんだけど、でも、利益を追求しろって話ですかね。 そうなんです、ね、読めないんですけど。はいえー、そもそも公共サービスで利益を追求する方向に持っていくという発想が私には全然わからないんだけど。まさしく。ですよね。そしてそれが今回、<う><の>これ、ね、まさか、ここまで電気代が上がるとは思ってなかったけど、うん、そ、そこを支援して、政府が支援すればいいんだけど、えー、やらないから、だから、クラウドファンディングと。国立科学博物館があ。ちなみにあれ、なんで国立ってついてるかというと、 その外国に向けては国立の科学博物館ですよっていうふうに見せなく、見せたいから。さすがにあの国立の科学博物館とかがない国っていうのは、えー、ダメだから名前は残したんだけど実際は独立行政法人です。ですかはい、だから財政的に危機に陥ったって政府は助ける義務はないですね。というおかしな状況になっとるわけなんです。うん、これね、いくつもね、問題があるんですけども、まず成功しちゃったことですよ。クラウドファンディングが。ンングが 今後だからその博物館とかね美術館とかが危機に陥りましたとでそれをまあ本来政府が支援するべきだと思うんですけどどうせやらんでしょうとするとクラウドファンディングが次々に行われることになるのかなと独立行政法人でですかそう独立行政法人だけじゃなくてですよいろんなところでこれって財務省からしてみたら思う壺じゃないですかはい、はい 本来は文科省、文化省ですね。あの、あの、科学技術館、あの、国立科学博物館、文科庁、いや文化庁だから、文化庁の予算を増やして、それで出してやれよ高光熱費の上昇分ぐらいって話なんだけど、そういうのやりたくないんですよ財務省は絶対。これ、このクラウドファンディングをやる前に、この、えー、国立科学博物館は、<あ>その、文科省に対して予算を。やってましたよ。あ、やってたんですかこの話が問題になったのってちょっと前です。<そ>半年ぐらい前かな。そ,なそろそろやばいんじゃないかと。 増額をこうずっと主張してたって主張張ししててたますよけれどもそれに答えないから、うん、だって文科省の予算でずっと買ってないんだもん <laughs> 全然これあれですよだからその文科省を含めた文科省の,その独立行政法人が、まあ、いくつかありますよねさっき見たらこんだけありましたけど、まあ、ちなみに文科省の問題だけを取り上げたいわけじゃないんですけど一応今回はこうですねでこういうような形で独立行政法人あるじゃないですか 国立,美国立美術館とか国立文化財機構とかですね。いや、これどう考えても国立でやるべきだろう本当の意味でね。うんうん、でも、全部独立行政法人にされちゃってるわけなんです。で、今回の輸入物価上昇、特にエネルギーコスト上昇による光熱費の上昇って、絶対この人たちの責任じゃないじゃないですか。<laughs> そうですね。はい。はい。それ、国家の問題だろう、政府の責任だろうという話なんだけど、それであっても助ける義務はないんですよね。 ってことになっちゃって、それでクラウドファンディングを。だから次々やり始めるじゃないこの国立美術館とか、日本スポーツ振興センターとか、そういうとこみんな困ってるはずだから。まさにあの東京芸大のあのピアノを度ができないあの要するに温度が空調で管理するのにお金がかかりすぎるからできないということで、ひいひい悲鳴を上げていて、で結局あの、 え、その、親御さんというか、そこに通ってる学生さんの親御さんからの、こう、クラウドファンディングやりたいので、なんとか持ち直した。それを言ったら IPS 細胞の山中教授だってそうですよね。あったで覚えてます覚えてます。いや、あんな素晴らしい業績上げられてる方がですね、お金がないから寄付求めてマラソンやるんですよ。アピールのために。なんじゃ、この国はと。その上、アメリカに取られちゃいましたもんね。ちゃいましたね。山中さんもね。あれもなんか、京都にあの、なんか、 あれは経産省たか2人組で行って山中さんに予算出しませんよなんてんか話をしに行った2人がなんかフラッシュかなんかにすっぱ抜かれたりしか。だからもう禁止がな、ね、政府は金を使いませんっていうこの扇の要がある限りいろんなところにその悪影響が伝播してって,てそれがついに表面化したのが。 まあ、ロシア、ウクライナ戦争始まっていこうかな。コロナ禍いこうかな。まあ、そのぐらいからなんですよね。うん、だって、こう、厚生労働省の管轄化とかだと、例えば、えー、医薬基盤、健康、栄養研究所とか、地域医療機能、推進機構とか、このあたりのところですね、はい。絶対なんかあれですよね。予算削ってるから、感染症対策は金使ってなかったはずですよ。えー、え、だって感染症って起きるかどうかわからないじゃないですか。<laughs> はい、起きるかどうかわからないのに備えるから、国家がやらなくちゃいけないんだろうと。 だ独立行政法人にされたらですね、できないでしょう。はい、でも CDC の日本版をなんか、うん、作るとかですね。打ち上げけど何もやってないですよどうせ。ゆりこさんがね、言ってましたけどね。そう、口では言うんですけど、結局お金がつかなかったらできないでしょうね。まあ、これはいろんなところに影響してますよ。まあ、一番有名なのが保健所数が6割に減っちゃったってやつね、はい。もう完全に非常事態を想定してなかったんだな。これもそうだと思うんですよ、多分。 97年、98年ぐらいにやりましたから、ちゃんとこういうところにお金を使って、それで独立行政法人じゃなくて、国の機関として、それで非常事態に備えて、非常事態に備えるって一見無駄じゃないですか。うん、無駄でしょまあ平、ね、平時はね。平時はね。無駄に見えますよね。はい、それでもやんなくちゃいけないんだよっていう発想が全くなかったんだなと。うんまあ国立科学技術あ、国立科学博物館にとっては、まあ、なんか科学博物館にとっては、<laughs> これは電気代の高動ですよね。 これ非常事態じゃないですか。うんはい、でも対処できませんと。すると貴重な美術品とかそういうものが維持できなくなっていくという。うん、こうなんか分、特に国立科学博物館の場合って、その文化じゃないですか。えー、そういうのをないがしろにするような国はまさに野蛮んだなと。本当ですね。言わざるを得ないでしょう、ね。ね、まさに文化の中で生きてらっしゃったさやさんはそう思われますでしょう。ええー、いや、まさにその、 海外に対してどうなのかっていうのも、は、恥ずかしいですよねすよ。だから国立つけたままなんでしょぶ,ぶっちゃけクラファンで、クラファンで賄ってるっていうのが海外の人にバレると、え、日本って何こんなことにももうケチってるの,てのみたいな、ちょっと恥ずかしいですよね。 でね、ここで考えないといけないのは、今回のクラウドファンでですね、クラウドファンディングで様々な特典をつけたんですよね。国立科学博物館が。はいそれ。それで、まあ集まったってことなんですけど、その特典って、クラウドファンディングでお金を出した人しか使えない特典なの。つまり、国立科学博物館が提供しているサービスに上下がついちゃったんですよ。<ー>これどうなのかなとか思って。そうか。本来は、万人が<あ>。万人が平等に教育として受け,受けられるような形っていう考え方のが私の価値観に合う。 ええ、はい。だからもちろん、例えばですよ。えー、美術館とかが、そのお金の代金によってサービスを買いますよ、と。高いサービスを、あの、費用を払わないと、こういうの見れませんよ、とかねあか。海外そんなもんですよ。そ,<う>それは、だから、お金持ちさんのお金で、全体の美術館とか維持してるっていう考え方もあるけど、うん、そうじゃなくて、 日本国民であれば全員平等に機会は少なくとも得ることができるでしょうっていう国の方が私は好きだしそのためには独立行政法人じゃダメだから国家が金出せって話なんですよ。<laughs> ここは意見が分かれると思う。どう思いますいや、私も三橋先生に賛成で第一、その日本はそれほどの金持ちが いないんじゃないかっていうあ、まあいいね。言われてみたらその問題もあるし、まあまあ。特に今の時代、<laughs> 特にね、海外とのもう差がすごくできちゃってるわけだから、うん、そもそも。じゃ外国人向けだな。<laughs> たくさんお金をからはる派の外国人向けにはこういうものも見れますよっていうサービスを分けちゃうみたいなんですね <laughs>。外国人だけ敷居を高くする。敷を高くその代わりサービスもいい。 ああ、はい、カジノ方式ですかカジノ方式ですか何なんですかと<ー>どこの発展途上国かですかって話。いや、本当です。あと私が気になってるのは、そのサービスに差をつけて金額とね、はい、それで、まあ、お金持ちはいいサービスを受けられるって考え方って、まあ、我々はいいですよ。子供たちにもそうすんのと。うん。はい。ただでさえ親ガチャとか言われてる時代に,、ね、時代時代にですね、そのお金がない子供たちは、 低料金でしかあの見れないものしか見れない。お金持ちの国民たちはこっちの素晴らしいものを見れる。こういう国にしたいんからと。いやまさしくムチ先生がおっしゃった現象はもう起こってます。起こ、はい、ってんですか。ます。あのディズニーランドが家族4人で行ったら、はい、もう1日行ったら10万円は越しちゃうので<ー>普通に旅行をするのと同じくらい。 入場料がものすごく高くなってしまって、うん、だからディズニーランドに行ける子供と行けない子供っていうのが、はっきりと今分かれてしまって、<う>で、子供たちが学校なんかで話をしてても、もうそういう格差が出ちゃって、そこからこう、いじめにつながったりとかいじめにつながってしまいじめなっか分かんない。<笑><笑>でも、それはまあ、100分てそ民間のビジネスだから、しょ、ね、うがないって目もありますよどこれは違うよね、と。はい、いや、すごい。 私ね、あの、イギリスを旅行してた時に、その博物館に結構行くとですね、そこになんか同じような制服着た子供たちがいっぱい来るわけでしょ。イギリス人のでしょ、もちろん。はい。で、まあそういう風な勉強をしているっていうのを見てて、あ、博物館ってこのためなんだなと。だから、ビジネスじゃないですよね。はい。うん、博物館ですよディズニーランドは別よ。<laughs> まああれはビジネスでいいんだけど。 だからそういうものをちゃんと国として提供して、みんな教育が均等になる形にすると。もちろん能力とか運に差があるから、格差、所得の格差出ちゃうんだけど、でもせめて子供たちは、同じそのスタートラインから、あの、ちゃんと動けるようにしてあげるべきじゃないですかと。 そのために国家が費用を負担するって何が問題なんですかとは思うんですけどね。大賛成です。でもそうすると共産主義者っていう。<laughs> 社会主義者とか。ね言われがちですね <laughs> 国民は同じような、特に子供たちを同じような形で、そのスタートラインにつかせてあげましょうよって言ってるだけなんだから、国民主義じゃない。共産主義じゃないぞ。共産主義とか分かってないでしょ、どうせ。民族主義え民族主義 <laughs> 民族主義でもない <laughs>、うん。 共産主義ってあれだからね。資本を労働者のコミュニティが持ちましょうって話だから、全然違うんだね今の話と。<laughs> すみません。はい。教育の機会を均等にしましょうって話ですよね。だから昔は、本当に貧しい家庭で生まれた子供だって、勉強頑張ったら、そしたらなんか結構いい大学行って、いい就職先とかに行けたんですけど、今完全にこれ切れちゃってるでしょ。そうですね。そこのルートが。うん、ちなみに一応言っておきますけど、私も貧しい家庭の生まれだからね。めちゃめちゃ <laughs>。<laughs> じゃあその格差を乗り越えて。運が良かっただけですが。 <laughs> 運んで戦ってまいりましたけれどもね。ということで、今回の、その独立行政法人の話とかね、だこれ一回戻した方がいいんじゃないかなと思ってね。あ、国営にということですか。国営に,国営に。ちゃんと政府が面倒を見なさいと。見なさいと。それと、なんか絶対なんか非効率だとか、民間活力の導入がどうなる、こうなる、どうこうなるとか言い出すんだけど、民間活力って利益のために動くんだぜ。うん。うんうん だつまりこれ、んか国立科学博物館とかに金儲けに走れって言ってるようなもんなんですよ。儲かる必要ないわけですよ、ね。ないですよ。儲かっちゃ困るでしょ。うん、儲かるってことは、だってこれ、それこそ独占的に提供してるサービスだから、いくらでも価格釣り上げられるじゃないですか。そんなことしたら、それこそ低所得の方々とか、その,あのこ子供たちがいけなくなっちゃうでしょ、と。うん、そういう国にしたいんかっていう根本からですね、ちゃんと考え直すべきだと思うんですよ。本当ですね。でももう、N、NTT の株を売り出したりとか、ね。あれもすごいですね。してるから、<laughs> はい もうむしろあるものは全部売っちゃえっていうスタンスに変わってますもんね、うん。あれもすごいですね。防衛費の増額って工場的なものじゃないですか。はい。まあしばらく続きますよね。うん、それをなんか売り出して財源っていう発想をやめろそもそもと。しかもよりによって NTT ですからね。通信安全保障っていうのがあるわけですよ。本当ですね。はい、NTT の株かも全部売り出してですよ。それで中国市場に買われたらどうするんじゃんお前と。<laughs> 想像してないんですかね。 でもこれも独立行政法人化も同じノリだったと思うんですよ。だから90年代後半からの流れっていうのは全然変わってないなぁと、思うわけですよね。今ね、あれですよ、NTT 株の3分の1は日本政府が持ってるから、まあ,あ、一種の拒否権がまだあるんだけども、これもなくしますってなったら、その後どうするんだと。はい。それで自衛隊がですよ、 じゃあ防衛出動だっていうこうとをしたら通信切られましたみたいな <laughs>。どうやって戦うんだよと <laughs>。電力もそうですけどね、えー。本当ですね、はい。ということで私だからこれからの日本っていうのは、まあ、これも含めてでしょこれも含めて全て安全保障っていうのが基盤になくちゃいけないと思います。もう一つは、その、えー、国民の統合ですよね。統合。分断じゃなくて統合っていうの。 あの、ベースに置かなくちゃいけないと思うから、NTT 株の売却も、その、国立科学博物館を、ここまで財政的に追い詰めたにもかかわらず支援しないのも、もう、ローン外だと。うん。うここからはもう最高鋭最高鋭、再公営化。再公営、再国営化ですね。再国営化をトレンドにして、そう。行きたいと、はい。大体あれですよね、JR、えー、北海道とか、JR 四国なんて、国営にしないと持たないですからね、もう。そうですね。というところですね、要は、90年代後半に始まった緊縮財政が、 ま、続きましたと。で、前回の荒川先生の少子化問題もそうですけど、こういった問題も含めてもうすべて行き着くところにまで行き着いちゃったなっていうのが、今の状況だと思うんですよね。だから逆に変われるんじゃないですか。変われるだって防衛費だって増えるじゃないですか。少子化対策も、ここまで議論が盛り上がってくると、まともな方向行くかもしれないですね。 ん防衛費はアメリカに言われたから。そうかもしれませんけど。<laughs> そうかもしれけど。悲しいかな。そうかもしれません。バイデン大統領言ったのは間違いではないだろうけど、それがまあ日本の意思決定にどこまで影響したかわからないですからね。外部では。と申し上げときましょう。はい、とりあえずは、はいまあ。とりあえず占領されてますからね。アメリカ軍にね。はい、というわけでございまして、今日はあの国立科学博物館のクラウドファンニングという信じられない問題をトリガーにですね、独立行政法人、あるいは安全保障についてお話してみたわけでございましたが、いかがでしたでしょうか 財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか2021年に財務省のトップ矢野浩二財務次官はこのままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね発表しましたしかし実はこれは真っ赤な嘘なんです実際 財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨立て国債のデフォルトは考えられないと,というですねえ、ことを語っているわけです。しかし財務省のトップ矢野浩二事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、 騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。 ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね